こんにちは。こんにちは。僕らがスクワットです。あ、そうみたいです。今回の企画は何でもあり目の前のやつを笑かせろにらめっこ対決。ルールは喋るのなし、触るのなし、相手を必ず見なきゃいけない。この3つをルール持っていただければ、はい、それ以外は何でもあり、何でもあり。もう事前に準備はしておりますね、皆さん。1回戦目は1回戦目はヤジ対カズです。うおー、はい、やだな、ね、1回戦目からヤジは。2回戦目にハルカンとターンですね、はいはい、ご対決して、その後に3位決定戦と1位決定戦、こういう感じでやっていきましょう。笑かしていこう今日も。せーの、スクワッド。どうした方がいい？そう、2回戦目にめっちゃおもろいの持ってくる。いやでもここで持ってかないと1位は取れないですから。ここで勝っちゃえば1位2位確定。マジで自分的にこうなんだよ。あ、そうなんだ。だから、うん、どうしようかなって。ビールなんてなりたくないから。なるほどね。で、俺ヤジに弱いから、はい、ここでちょっとこっち持ってって、はい、次でビールになりたくないからとりあえずこっち持ってこうかな。なるほどね。作戦、俺は。まあそこも作戦のうちですね。では第1回戦、ヤジ対カズ、準備ができたら歌を歌ってください。せーの、にらめっこしましょう、笑うと負けよ、アップップ。ヤジはもう嫌だなと思って、普通に弱い感じで持ってきちゃったのが反省。なるほど。だから2回戦目はマジで笑かしすぎてますね。もう下準備の差がこれ出てますね。確実にこれは下準備の差です。まあ勝者はヤジさんということで、次の対戦に参りましょう。第2回戦のカードはこちら、はるか対カーでございます。すごいですね。はい、それでは2人とも準備お願いします。優勝インタビュー、A さん、お疲れ様です。はい、ありがとうございます。今回の戦いについて、一言お願いします。まあそうですね、一発目でこれを成功させたこと、はい、あとこれが滑るという体で1個もう1個用意してたのが、はいはい、発動できてよかったかな。そうですね、はい、ありがとうございます。対戦者のカズさんについて一言。まあ、カズさんですね、なかなか強敵だったんですけど、はい、まあやっぱ自分のやれることベスト尽くせたかな。はい、思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いい試合さんでした。ちなみになんか作戦はありますか？ないよ。頑張ってください。何も考えてなかった。はるかさん結構笑いやすいね。はるかさんでもしっかり考えてきてるからね。はるかさん下準備はプロですよ。一回戦だからこれ知ってる。それでちゃんと持ってきてる。負けたら俺勝てばなし。人によって変わるんだよな。あ、その攻撃力が。そう。これはちょっと、これは角といえばね、こいつだなっていう角でね。ちょっといろいろ聞きますからお話は。うら、進めます。第2回目、はるか対パー。それでは、よろしくお願いします。にらめっこしましょう、笑うと負けよ、アップップ。パスファインダー無理だったから。それにパスファインダー。ただちなみに今回のこのコンセプトっていうのは何ですか？コニちゃん。コニちゃん。コニちゃん。小西さんね。小西さんってことだ。事前で使うんだったら言わなくていいんですけど、ちなみにどういうあれ仕組みでやろうとしてました？これ本当は転がってこう、はい、こう入る予定だったんだけど、練習ではできてたんだよね。できてましたね。練習ないよ俺。判決かな？判決かいかな？そうだね。はるか対カズ。はい。
お願いします。優勝インタビュー、優勝インタビュー、田さんおめでとうございます、うん、今の戦いについて一言お願いします。勝つ気はなかったあんなに仕込ませてはるかも勝っちゃいけねえもんこれじゃあちょっと戦ったはるかに一言お願いします。まあ頑張ってほしいよねピクミンが映り込んだ。いや工事のおじさん、道路工事の人が映っちゃったでしょ。以上タサでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと本日カズさんの密着させてもらうことになりました。あ、お願いします。はい、お願いします。負けた方が最下位ですけど。最下位はさすがに嫌だけど、3位もしょうもないのよ。まあでもここは勝ってほしいですね。でもここは正直勝ちたい、ていうか成功するかを信じたい感じっすね、僕は。片平さん、お疲れ様です。負けてしまったね。判決の対戦相手はカズということで。カズだからね。何かありますかね。まあ、対戦相手はカズかヤジって思ってたので。そうです、まあ、まあ、それはそうですね。とりあえず、まあ、2回戦目が、まあ、一番皆さん気合い入れていくと思うので、はい、頑張ってください。はい、第3回戦、はるか対カズの勝負、始まるとしてます。よろしくお願いします。それでは、音楽お願いします。にらめっこしましょう、笑うと負けよ、アップップ。ハハ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 ハ。失敗した。母さん、ちなみにそのコンセプトは何ですか。富豪から、はい、あのケツの穴を出して、はい、こっから、はい、シャボン玉出ねえからそのヘドを空気で。それ待って、富豪じゃないです。アナコさんで。あと絶対ケツに直でつけなきゃ出ないからあんな話してやってたけど。ええ、ハフィーよ。フランスの富豪っていうテーマなんだけど、これ一本できた。まあ3位はカズさんということで。まあ一番しょうもないな。いや、一番しょうもない。3位がでも一応メダルですか。うん、まあまあどうか。2位が良かったな。成田さんは4位で1位目指す。続いて決勝戦でございます。決勝戦のカードは先ほどのミラクルで勝ち越したカズさん。はい、さあこちらはですね、この今年の優勝候補でございます、ヤジさんでございます。それでは、2人とも準備お願いします。とりあえず、今回3位ということで、はい、何か一言お願いします。はい、あの本当はですね、はい、これで、はい、なるほど、シャボン玉で、はい、へで、はい、こうやったかったしたらめっちゃおもろい。めっちゃおもろいよ。出てこんなシャボン玉がポッて出てきたら。はい。いやでも惜しかったですね、今回はちょっと。でもまあ勝利ということなんで、はい、以上です、ね、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はるかさん、とりあえず試合お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ、今回4位ということで何か一言ありましたら。ちょっと僕が持ってきた企画だから1位取りたかったっていうね、うん、こともありましたが。はい。まあやれることはやったかな。とりあえず戦ったカズさんにじゃあ一言何かあれば。そうですね、あれはもういいアナゴの口をしてたみんな見えてないと思うけど、思ったようちに、あ、いない、え、どこ、あ、アナゴさんプーみたいな、もうあのコンビネーションは勝てん。いやもうあれはすごかった。あれはもうカズの優勝よ。まあ相手がちょっとそうですね、相手悪かったね。いやちょっと決勝戦、はい、楽しみですね。そうですね、決勝戦また見ていきましょう、はい、ちょっとどうですか、いきましょう。おかつきでいきますか。いいですね。勝てると思いますか。まあ、敵取ろうかな。あ、ちょっと顔今映してない状態なんですけど、うん、決勝戦ということで。まあそうだね、はい、一応さっきよりおもろいことができればね。そうですね、一応あの対戦相手がターということなんですけど。そうだね、ターやっぱ決勝来たね。はい、予想しました。もうなんかいやもうターが来るんじゃないかなっていうのはね、うすうす感じてはいたんだけどね。またモザイクかな、全身な。まあそうですね。なんかあのターに秘策とかっていうのあります。秘策か、はい、大した秘策っていうのもないけどな。全身もないけどね。じゃあヤジさん決勝頑張ってください。あ、はい、はい、以上ヤジさんでした。それでは決勝戦
始めていきたいと思います。音楽お願いします。せーの、にらめっこしましょう、笑うと負けよ、アップムまあ最後ちょっと危ないとこだったね。はい、うん、そうですね、相手も結構手間かったです、うん、花山薫で来るとは思わなかったからまあなんとかギリギリでギリギリで勝てたかなっていう感じ。そうですね、いろいろとなくしましたね、うん、眉だったり、うん、乳首隠す前に何、うん、でお前何でお前下半身だけモザイクそしてターさん剣大剣道、いや頑張ったつもりだったけどあれには勝てねえよ。はい、やっぱ決まり手は何でした？まあ、あのピローンでしょうね。ハードル高いけど、レベル高いけどね、花山かおるさん。やっぱずりーな。かおるさん強かったけど、一応でさ、ちょっとあの、はい、あれ出した後にの予定だったやつもあるんだけど、はい、うん、滑ったことを想定して、はい、あ、チンチンの方も、チンチンの方も滑ったことを想定して、はい、何ですか？あなたがこの動画を見てるということは私のネタ切れだ。煮るなり焼くなり好きにしてくれ。だけこれ。おい、いやー、これで最後とどめさそうと思ったんですけど。なるほど。待って、いやー、ここまで準備してた。体張ったなー。